はい、速稼塾の久保でございます。いかがだったでしょうか。補助金助成金のサイトを見ていただいたと思います。皆さんもね、お住まいの地区の市区町村の商工会議所などのね、補助金助成金を使ってみてください。あと経済産業省のホームページですとか、それから厚生労働省のホームページにもね、助成金補助金っていうのは結構ね出てますんで、毎年毎年ありますんで、しっかりとね利用できる方は利用していただいて、それからね、よく知られてないことなんですけども、社会福祉協議会にもお金を貸す、そういうふうな制度がありますんで、そちらのを見てみてください。私がですね、第一次情報として一番大事にしているのは、SNS でも Twitter でもどっかのね、ヤフーのトップページでもなくって、こういうふうな行政の省庁のですね、ホームページなんですよ。ここを第一に見なければ、ものすごく遠回りになっちゃいます。まあなんせね、国が第一情報で発信しているものですから、こちらの方をしっかり活用することで、自分はね、国の制度を真っ先に使うことができるということと、国がどっちに動いているのか、どんな変更したのかってことが分かりやすいわけなんですよね。なぜかね、こういうふうな一番大事な情報にタッチせずに、まあ言ってみればね、芸能とかゴシップとかスポーツとかどうでもいい情報で右往左往しているのは、まあ興味深いところですよね。私はね、なんかこういうふうにね、もうまっすぐと言いますか、生まれたての情報をいつも見てるんで、多分ね、もうよく知ってますねって言いますけども、いや、よく知ってるも何も、なんか朝日新聞とかね、毎日新聞よりも早く出てる情報なんで、しかも誰でも見れますんでね、無料で。ああいう風なね、省庁のホームページ見るのに30万いりますみたいな情報商材みたいなことないですからね。動画もたくさんありますし、やっぱりね、政府の公式見解なんで、どこよりも当てになるんですよ。疑問を挟む余地がないと。だからしっかり活用していければいいんじゃないかなと思うんですけどね。はい、まあなんかいろいろとお話ししましたけども、お金っていうのはですね、実はちょっと話変わりますけども、お金っていうのは借金をするから生まれるっていうことをご存知でしたかね。誰かがお金を借りるから、お金っていうのは価値を作り出していけるんですよ。これをね、信用創造と言います。ですんで、お金を借りる人が誰もいなくなっちゃうと、国って実は回らなくなって、お金ってものに価値が生み出されなくなっちゃうんですよ。で、この借金っていうのはね、不思議なシステムですけども、お金を借りるのは良くないって言われますけども、借金っていうのは基本的に経済を作っていくんですよね。で、社会に出て借金のない会社っていうのは基本的にないわけですよ。大人になって借金をしない方っていないわけですよ。家を買ったら借金をするわけですし、車を買えば借金をするわけですしね。まあ言ってみれば、年金っていうのも新たなる借金という捉え方もあるんですよ。そうなんですよね。お金を借りるっていう行動が誰かの所得を生み出して、誰かの所得がさらなる投資を呼び込んで、さらなる投資が経済全体を動かしていると。こういうふうなことをね、我々はなかなか考える機会がなかったんですけども、今インターネットの時代で何でも調べれるんですよね。いくらでも頭を賢くすることができるんですよ。そうなると、我々が今まで、お父さんやお母さんとか先生とかね、友達から教わってきたことがいかにね、浅はかなものかとかね、陳腐なものかってことが分かるんですよね。自分で学んでいくことが最も当てになって、自分が学んでいったことが最も責任が取りやすいと、そういう仕組みでできてるのかなと私は思いながら、今日の放送に変えさせていただきます。それではもうすぐ1000話ですね。楽しみですね。ではマトリックスアフィリエイト GO!